そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。本日ご紹介するギターはこちら、出ました、キラープライムのパイレーツ2。ヘビメタファンにはちょっとたまらない一本だと思います。ちょっと弾いてみてもいいですか。初ギター紹介動画、お楽しみください。はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。今日はですね、皆さんお待ちかねじゃなかったでしょう。これ結構問い合わせもね、いつも多いんですよ、キラーですね。キラーのこれプライムシリーズのパイレーツマーク2という、このシリーズの一番エントリーモデルらしいんですけども、定価でいうと10万円します。で、まあまあいいギターですよ。まずはですね、状態なんですけど、まあまたほらいつも細かいところでやったりするんだけど、今日もうなし。なぜならばね、カメラさんね、はい、めっちゃ綺麗ね。めっちゃ綺麗。これ持ってきてくれたお客様の話だと、通販で買ったらしいんですけど、買って1週間で持ってきてくれる、ね、いろんな人いるんだけど、買ってもう満足する方もいるし、もっといいの持ってる方にしてみればね、もっといいのがいい、ね、持ってればダメなんかもしれないけど、見てこれだけアップしてくれるペグがまたこの五等線を、10万クラスだとね、なかなかついてないことも多いんですけど、結構いいのついてますよね。五等のペグですよ、これ。いいやついてるわ、本当に。正直全く傷ないです。もうほとんど新品で、展示品というかそんな感じで持ってもらって結構です。フレットも当然引いてないので減ってません。汚れもない、傷もない、問題ないです。もうこれに関しては、うわ、これね、僕個人的にもね、こういう変形ギターって割と好きなんです。そしてフロイドローズね。で、ちなみにね、もちろんこれ、ラウドネスの高崎明さんが好きな人にはたまらないんでしょうけども、そういったね、高崎ファンでなくても今日はですね、ちょっといろいろ見てほしい点がいっぱいございます。まずその一つ、変形ギター、派手でしょ。カムさん、どこのデザイン、まあ、見たことないです、ね、派手だよね。派手ですね。でね、変形ギター、例えばフライング V とかに代表されるように座って弾きにくいっていうのがほとんどなんですけど、これ実は考えられていて、めちゃくちゃバランスいいんだよ、ほら。これはいいよ。この変形ギターにね、それこそ偏見持ってる方、これ実際ね、もし楽器屋さんのところにもしあったら弾いてみてください。この形、なんて言うんだろうな、もともとこの、基本エクスプローラーをまた変化させていった形なんでしょうけど、エクスプローラーも意外と弾きやすいんですよね。メーカー違いますけど、ヤマハのほら、山本恭司さんのモデルなんかも、意外と形はすごいけど、こうやってやると弾きやすいんですよね。そこを覚えておいてください。そしてこのフロイドローズね、この以前の私の動画で、初心者はこんなギターを買ってはダメっていう中で、エレキ編でフロイドローズに手を出すなってね、話ありましたけど、実はもしエレキギターの2本目3本目でちょっとなんか変わったことやりたいな、いろいろちょっと激しい奏法もしてみたいなって方は、1本目はもちろん進めませんけど、2本目3本目にフロイドローズチャレンジするのがいいのではないかという話を今日したいんですけど、まずね、フロイドローズってどういう仕組みか、わからない方もいると思うので簡単に説明しますね。このギターの説明は後でゆっくりしますけど、要するにアームなんですよね。アームシステム、このこういう、ね、ストラトなんかにありますけど、普通のアームだとね、激しくやっちゃうと狂うんですね。そしてアーム仮に使わないとして、例えばこれ簡単にこう外れます。簡単じゃねえじゃねえかっていうね。ほらね、もちろんアーム使わなくても弾いてればチョーキングとかで当然チューニング狂ってきますよね。僕なんか散々言われてますからね、これ弦張ったばかりでほんとすごく狂うんだよね。で、それが押さえることによって、これね、どういうことかっていうとね、まずこっち側もボールエンド、ほら弦の端ってこうボールみたいになってるでしょ、あれ切ってね、ペンチとかで、でここに挟むのよ。それで挟んで、ここでこの六角レンズをキュッと締めてロックするんですね、こっち。で、問題はこっち側、ナットも
一旦外してみますね。多分6弦だ。こういう六角音痴でごめんなさいね。おっちょこちょいですね。でこれ一回緩めると、ほら、ちょっとカメさんここアップできますか。ほら、はい、こうなってるんですよ。ほらね、これナットですよね、普通の。そこにこういった部品、わかるかな、こうコマね、これでここにほらパツッとつけて、もう押さえ込んじゃうんですよ。ですからまずはこれ緩めといった段階でチューニングしますね。そしてチューニングあったなと思ったらこれで挟んで固定するんだけど、ただね、いきなりやっちゃうと狂うので、まずは緩めてる段階で、さっきね散々やってましたけど、散々弾いてある程度のね、伸ばしておいて、伸ばしてというか調整してから最終的にここロック3箇所します。そうするとここ固定したわけだからペグ効かないわね。で当然ここを締めちゃうと若干ずれるんですよ、さっきやってても。そこでここです、カメさんアップしてください。これ丸いネジみたいなのついてるでしょ、これがファインチューナーって言うんですよ。でこれを右に回すと時計回しすると音程が若干上がるので、だからここをロックしたらここで微調整、でここで微調整、こんな感じね。そしてもう一回つけるね。このアームの取り付けもね、いろんな種類あるんですけどね、これがまあ主流かな。僕のもこれです。大体フロードズこれですね。さあ、じゃあギターの話に戻しましょうか。このね、キラーの、プライムシリーズのパイレーツマーク2、形は素晴らしいんですけど、意外とコントロール系はベーシックです。2ハムね、フロントとリア、そして、切り替えね、このフロント、そしてセンターというかミックス、そしてリア、ね、そしてワンボリュームのみというすごく潔いスペックになってます。でね、意外と形はさっきも言ってるように、激しい形してるんですけど、割とこう太い音なんだよね。まあ極端なこと言うと、なんていうの、レスポールチックな。でここにトーンがついてれば結構ジャズっぽいとも出せるんですけども、そういう場合は大丈夫、ちゃんとね、アンプをいじればほらモコッとして、このだからいろんな、ね、楽曲にできるわけですよ。もう形でね、判断しちゃいけないよね、音はね。さあ、そうは言っても今フロントから今やりましたけど、センターデリアね、だいぶ違うよね。もう一回センター、これね、基本的にこれポテンシャルいいよね、なかなかいいよね。さあ、そうは言ってもこのギターね、欲しい人、クリーンはそんな使わないと思うんだけど、あ、でもちなみにまあ少しずつやっていくね、軽いクランチでフロントからミックス。意外とね、このセンターミックスが気持ちいいんだよ。リア、さあ、まだまだ歪み足りませんわね。このぐらいで今度フロント、センター、お、気持ちいいじゃん。まだまだ足りないですよね、やっぱり最終的にこれね、あ、これだね、フロントミックスリア。このギター買う人こうだよね。そしてリバーブかけるでしょうね。これ、あー気持ちいい、これでしょ、こう。で、そしてこのギター買う人は絶対これを弾くという、このこれ今リアね。
フロントで。センターで。やっぱリアだなってね、このサウンドは。で、クリーンでね、あのリバーブかけると、この曲のイントロ、ラブノデスソンは知ってると思うんですけど、センターでやるとすごい似てるんです、この。似てるでしょ。まあ、分かる人は分かると思うんです。そしてこのままリバーブ。ディストーションでこの。音いいよね。かっこいいですね。で、こちら純正のギグバッグです。キラーの、ね、しっかりした厚手のしっかりしたものがついております。さあ、お値段でございます。まだまだ弾いてたいんですけどね、本当はね、単なる自分の趣味になっちゃうんで、お値段発表しますか。そろそろね。弾きながら発表。さあ、弾きながら。やめますね、これ今日のリフ全部ラブのネスだからね。別に俺そんな大ファンではないんだけど、やっぱ時代なんでね、当時ね、僕このラブのネスデビューした時ちょうど20歳か20歳だったかな、俺な、一応高崎明さんと同い年なんだけどね、確かよく言ってたんですよ、あの新潟からですと関越道行くとね、高崎の手前が前橋だから、どんな頑張ってもね、高崎明になれないので、前橋明とかすいません、お値段です。税別で64,800円です。絶対安いでしょ、これ。もう早めに勝ちですから、本当手度抜群なんで、ぜひあのね、あの変形ギター、あるいはあの高崎明ファン、ラウドネスファンじゃなくても、ちょっとこのフロイドローズにちょっと挑戦してみたいって方、やってみて。あ、ちなみにね、このアームめっちゃ効くんです。ちょっとあの歪まして。その高崎さんがオープニングでよく使ったって昔ね、このゴジラのシーンっていうんですよ、あのゴジラが歩いてきて泣くシーンをやるよ、どういうことか、めちゃくちゃまずここをガッとやって、ゴジラが歩いてきます、ほら歩いてきたよ、で吠えるよゴジラが、で俺やったんじゃない、高崎明さんがやってた、あとピッキング、あのナチュラルハムかハモニックス出して、このアームダウンね、こうするところ、狂ってないよ、すごいでしょ、だからこれね、ちょっと興奮してしまいましたけども、ぜひあの2本目3本目にフロイドローズ系チャレンジするもね、ありかと思いますんで、一つ皆さんよろしくお願いします。というわけで今日も最後までこんなアホに付き合ってくれてありがとうございました。